皆さんこんにちは、ゆきです。 EX3 の通常と教習に対応したクリア参考例です。セルカーのギアは画面の通りで、編成はブレイズのみ特化さんになっております。ラップランドの連動がスキルレベル7なので、まあ、特化していたらより簡単にねクリアできるかなと思います。1番テキサス配置して、すぐにコスト回復して2+3、パフューマーとブレイザー同時に置いてください。そして4番ラップランドで、5番はグムまで配置できたら、6番ターンテーブルを置いて、7番セルカー発射で操作終了になっております。ドストレスホリデーの時もそうだったんですが、まあ、ドストレスホリデーはステッカーですよね。まあ、ギミックに対応している、まあ、イベント限定のこういうセルカーとかステッカーとかっていうのは、まあ、使った方が絶対に簡単にクリアできるような仕組みになってるので、ウィーク1のクリア参考例はまだ集まってない方多いやろなっていうことで使わなかったんですが、まあ、ウィーク2からの、まあ、EX ステージ、そしてウィーク3の、まあ、ステージでも使っていこうと思うので、まあ、できるだけね、集めておいた方がいいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。